藤本厚史、藤本厚史、藤本厚史、1977年10月4日体は、兵庫県赤石市出身の元プロ野球選手、内野手、野球指導者、赤石市立花園小学校時代は、ジップが居酒屋経営の傍ら監督を務めていた、地元のソフトボールチームに所属。兵庫県大会で優勝するとともに、全国大会へ出場した。 赤市市立防海中学校への進学後に南式野球部へ入部。当時から試合では主に遊撃手として起用されていた。育英高校への進学後には3年生の時に首相を務めたほか、阪神・淡路大震災1月17日の発生2ヶ月後に開かれた第67回選抜高等学校野球大会に出場。しかし、 二回戦の前橋工業高校戦において自身の失策によりサヨナラ負けを喫した。アジア大学への進学後は一年生の春からベンチ登録を果たしたものの追患版ヘルニアを患い一年途中で中退。一時はスポーツはもう無理とまで言われたが懸命なリハビリテーションにより治癒した。当時実家で営んでいた焼き鳥屋の常連で後に 阪神の一軍監督を務めた岡田秋信の勧めから元総代監督が指導していた甲賀総合科学専門学校に進学。社会人野球に参戦している同校の公式野球部で再び実践経験を積むと卒業後に入団したデュプロでも当時活動していた公式野球部の一員として活躍したの社会人野球日本選手権大会では 有望な遊劇種の視察を兼ねて、ヤマハ戦を見に来ていた、野村克也、当時の阪神一軍監督の前で、岡本深夜から3安打を放っている。阪神では、当初東本の獲得を予定していなかったが、野村からの推薦などを受けて、2000年秋のドラフト会議で藤本を7位で指名。少年時代からの阪神ファンで、どの球団からも指名されなかった場合には、 入団テストを受験するという意向をデュプロ側に示していた藤本は長年の念願を叶える格好で阪神へ入団した。阪神入団後、野村監督が機動力野球の象徴として売り出した、海一セブンの一人として指名されている。シーズンは4月に骨折した沖原義則に代わり一軍登録され、14日に遊撃の守備で初出場。 17日には、プロ初打席で、初安打を放つ。翌18日には、9回西から、決勝点となる初タイムリーを放ち、19日にも、引き続き決勝タイムリーを放つと、その後、交走塁で生還、守備でも、ダイビングキャッチなどの活躍を見せ、初めて、阪神甲子園球場のお立ち台に立つなどチャンスを、掴んだ。開始名であったこともあってか、野村監督は記者に対して、 お前らも打つとは思ってなかったやろと意外さを隠さなかった。同年は56の背番号に加え、共に小柄な瞬速の左打者で赤いリストバンドをつけ、オープンスタンスの打撃フォームまで似通っていたことから、同期入団で先にブレイクした赤星範博によく参られていた。から、背番号を変更。この時候補に6も上がったが、 和田豊コー地の現役時代の番号で恐れ多いと、して9を選択した。遊撃手として開幕スタメン出場し、9回裏に、頭脳プレイで閉殺を取り勝利に貢献。同年は、フレッシュオールスターゲームに出場して、決勝本塁打を放ち、MVP に選ばれたが、なかなか調子が上がらず1軍と2軍を往復しながら、シーズンを得た。同年オフに、赤星と共に、トラ風奏を大量。 は、8番遊撃手として2年連続の開幕スタメン出場。4月下旬には一時期打率がリーグトップになるなど急成長し、オールスターゲームにファン投票で初出場。初めて規定打席に到達して打率。301を記録し、恐怖の8番打者とも言われ、矢野照弘と共に充実した、海打線を組んで18年ぶりのリーグ優勝に貢献した。 はオープン戦で打率360と活躍したが開幕スタメンは新人の鳥谷隆であったその後開幕6試合目でスタメンに復帰前年は本塁打例であったが満塁打を含むが本塁打を放つなど目立った活躍も多く見られたまたアテネオリンピック野球日本代表に選出されオランダ戦で 本塁打を放つなど二類種のレギュラーとして、福留光介と共に、チームで二人だけの全試合フルイング出場を果たした。しかし、決勝トーナメント準決勝のオーストラリア戦では、終盤の決定機で、同僚のジェフ・ウィリアムスに三振を喫し、ノーヒット、次の三位決定戦でもノーヒットに終わった。帰国後は不審に陥り、鳥谷にスタメンを奪われ、打率、257と、 前年より大きく成績を落とした。ガトリタニがレギュラーに抜擢されたことに伴って二類種へコンバートされ、関本健太郎とのポジション争いが始まる。開幕から4月26日の対、中日ドラゴンズ戦までは、前年の実績が上回る関本ではなく、藤本が起用されたが、肉離れにより登録抹消される。復帰後は、相手先発投手に、 右投手が予想される場合は、左打者の藤本、左投手が予想される場合は、右打者の関本が起用される、併用策での出場が中心になった。また、2年ぶりにオールスターゲームに出場。ワニ2番にいるシュとして開幕スタメン出場。猛打賞で好調なスタートを切ったものの、2戦目の1、脱席目で自打球を目に受け退場。そこからまた、 関本との併用になったが、シーズン後半に今岡誠が離脱したことで、関本が三塁一周に回り、藤本が二塁一周に定着した。同年はオールスターゲームに三度目の出場を果たし、二戦目で、真原隆弘から八回表に勝ち越しに点タイムリー、放って1打数1安打2打点で MVP を獲得した。フレッシュオールスター MVP とのダブル受賞は、ミノタコウ 石井浩郎、青木千五屋に続く史上を4人目の記録。日米野球にもファン投票で選出され、2戦目の初打席でタイムリー、4戦目ではチーム初安打を放つなど活躍した。守備でも9月24日の対、読売ジャイアンツ戦では、ファインプレー3連発でチームを旧、守備で活躍し、お立ち台に立った。ファインプレーのみならず堅実なところも見せ、二塁手として12、 球団トップの守備率、九百九十五を記録。一方で、打撃成績は打率、二百三十七と、前年よりさらに落ちた。同年オフに熱狂的なファンが、スポーツ用具メーカーの社員を装って、藤本の自宅を訪れ、公式戦で使用したグラブを騙し取る事件が起きた。なお、犯人は、翌年に逮捕された。は、キャンプから、 打撃不振で併用相手であった関本が結果を残したことから開幕スタメンの座を関本に譲った。関本が不振に陥った4月や6月はスタメン出場もしたが出場105試合中スタメンは33試合とスタメン出場は減った。同年も打率は2割前半と結果を残せずプロ入り後初めてトー例に終わった。あは、 信仰の深い浜中を治むとのトレードで加入した、平野圭一が二塁のレギュラーに定着したことで、スタメンでの出場機会はさらに減少した。シーズン中盤に平野が故障で、戦線離脱した際は、三塁種に、アーロムバルディリスが起用されると関本が二塁種、藤本が起用される際は関本が三塁種という、形の併用で二塁種として、スタメン出場機会を得た。しかし、 平野が復帰するとまた控えに戻り、プロ入り後最低の58試合出場で打撃も低調なままに終わった。同年はプロ入り後初めて三塁種も守った。は、平野に加え、シーズン途中にクレーグ・ブラゼルが入団したことで、それまで一塁を守っていた関本が二塁に回ったため、前年よりさらに減少の47試合出場に止まった。また、 ヤマトの出場機会が増加したことや、自身の不振により3度の二軍落ちを経験した。シーズンオフに出場機会、特にプロ入り当初守っていた遊撃で勝負できる環境を求めて、この年取得した国内 FAK を行使。これに対し、この年に正優遊劇手を務めた川島慶三の故障などで内野手が、 手薄になっていたヤクルトが獲得に動き、11月24日に2年契約の総額1億円で入団に合意、30日に正式契約を結んだ。背番号は、同年に引退した白石の隆起が着用していた銃で、その後愛者のナンバーにするほど愛着のある番号になった。は3月17日にフルス、フハン阪神とのオープン戦で代打で出場し、代打、 藤本のコールに阪神ファンが大歓声を上げた。以降も阪神戦の打席では、阪神ファンから声援が送られる光景が見られた。開幕スタメンこそ、ルーキーの荒木隆博に譲ったが、2戦目から遊撃スタメンに定着。本拠地開幕戦となった3月30日の対、中日戦で決勝打を放ち、攻守にわたる活躍を見せた。序盤はレギュラーを張り続け、 4月30日の対横浜ベイスターズ戦では自身4年ぶりの本塁打となる1号にランも放った。しかし5月1日の対横浜戦で5回1二2.3塁で3塁、走者であった藤本は宮本深夜の1塁頃で本塁に突入したがアウトとされた判定を不服とし深谷球審の胸ぐらを掴んだことが暴行と判断されて自身初の退場処分を受けた。 ヤクルト球団常務の大木勝利氏は映像では補助のタッチはなさそうだとプレーの映像を添えて文書をコミッショナー事務局に提出する意向を示した。6月後半以降は打率が低下してスタメンから外れることが多くなり守備も7月16日阪神戦での1試合3失策など乱調に陥ったため翌17日に1軍登録を抹消された。 8月27日に再登録されたが、翌28日に、追加版、ヘルニア、腰痛により再び登録抹消され、治療に専念することとなった。10月9日に手術を受け成功した。ワニ軍スタートとなったが、遊撃レギュラー格の川端慎吾の離脱により、6月3日に、一軍昇格。7月1日の対広島東洋カープ戦では、 勝利を決定づける一号三乱を放つなど、森岡良介と共に苦しい内野事情を支えたが、その後打率は2割を切り、前年に続き試合に失策するなどで、7月25日に登録を抹消される。チームは9月まで主を独走していたが中日に逆転され、リーグ優勝を逃す。藤本にとっては、阪神時代の2008年に続く大逆転負けを、喫したことになる。 その後、10月25日のシーズン最終戦で再び一軍登録され、それまでノーヒットノーランを続けていた広島先発の前田、健太からレフト戦にツーベースを放って同点のランナーとなり、さよなら勝利を呼び込んだ。チームにとって2009年以来2回目となったクライマックスシリーズでは、ファーストステージの巨人戦、第1試合に5回、大打で同点タイムリーを放った。 チームは、その後、初のファイナルステージ進出を決めた。モニ軍スタートとなったが、腰への負担と出場機会を考えて、代打、一塁手、指名打者としての出場が増えた。主に左の代打の切り札として出場したが、三打点と勝負弱く結果を残せなかった。一塁手のレギュラーである、畠山和弘の故障により急遽三番一塁で、先発起用されることもあったが、 慣れない守備位置のためか接種を繰り返しに軍役を命じれた。2は痛めている腰のリハビリと2軍での調整に専念。しかし、毎週1回は痛み止めの注射を打つほど腰の状態が肝ばしくないことからイースタンリーグの公式戦でも代打での出場が主体になっていた。容態は回復せず、9月9日に現役からの引退を表明。 9月21日の大阪神戦、甲子園球場には、7回表の代打起用で1、軍通産1 0試合出場を達成。阪神時代のチームメイト、久保田智之との対戦で、センターフライに終わったが、ヤクルトファンのみならず、古す、阪神のファンからも祝福を受けた。2013年のプロ野球オフシーズンからは、地元の関西に戻るとともに、毎日放送、主に、 MBS ラジオがオラの野球解説者とデイリースポーツの野球評論家に転身。同年10月20日、日曜日に MBS ラジオで放送された MBS タイガースライブ番外編、藤本厚史解説者への道が解説者としてのデビュー番組になった。同年11月からは、阪神時代の先輩で前年に引退した金本智明、野球解説者。 MBS ラジオの中継にも本数契約で出演、今岡、毎日放送の野球解説者などと交代で、MBS ラジオのナイターオフ番組、With Tiger's ス,スポサタデー運動部でレギュラーを担当。2014年のプロ野球シーズンからは、毎日放送で多数のラジオテレビ番組に、レギュラーで出するかわら、他局の番組、阪神戦中継にも不定期で登場していた。 11月6日に、阪神の二軍内野守備総類コーチへ就任することが、球団から発表された。2019年からは一軍内野守備総類コーチ。相性は、モンキー、モッサン、フジモン、アツシ、アッちゃん。阪神時代には、同僚の金元から、いたずらの相手としてよくちょっかいを出されていた。2003年のオールスターゲーム第二戦で、 西武ライオンズから出場の松井和夫を金本から紹介されたばかりか大きい声では言えない話だが、と松井が来シーズン半身に移籍する意思がある、伝えられた。これは金本のいたずらであったが、藤本はレギュラーの座を松井に奪われると思い込み、試合中は半泣き状態であった。この話を聞いた福留康介が本気で心配し、松井に移籍の真偽を聞いたという。 金本はこの様子に大受けしていたが、真に受けて気落ちしていた藤本を見て、少し反省し、種明かしをした。同年、阪神がリーグ優勝を決めた際の祝勝会で、藤本は赤星と共に打倒金本と書かれた鉢巻を巻いて参加し、ささやかな逆襲をした。他にも、2008年6月7日の対福岡ソフトバンクホークス戦。 阪神甲子園球場でサヨナラアンダを放った荒井貴弘に祝福を行っていた金本がいつの間にか手洗い祝福の対象を無関係な東本に変えいたり2005年のリーグ優勝でも金本が藤本の手足を掴んでグラウンドを引き回したりなどの場面が見られた。なお、藤本がコーチとして阪神に残留する2016年からは金本が一軍監督として 同級団に復帰する。2003年10月の月刊タイガース第26巻第9号39ページにおける東本の特集でジョージ・アリアスが藤本のファンである息子に2003年に誕生する予定であったベイビー弟か妹に藤本と名前を付けようと言われなんてことを言うんだ押入れに入れてお仕置きだよと息子を叱ったその息子は藤本を TV で見て、猿がとを言ってしまったこともあると語っている。同僚であった、浜中治や中村豊とは、遠征時には共に陸路で移動していたことから、陸路組と呼ばれ、プライベートでも親密である。レギュラーを務めた番組のみ記載、楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。